せ。皆様こんにちは。ホテル森の風美味しく創作和食春メニューのご紹介をいたします。それでは藤原料理長、よろしくお願いいたします。はい、ホテル森の風美味しく総料理長の藤原でございます。ホテル森の風美味しくの春の創作和食は、春に旬を迎える山菜や貝類を献立に入れて、一の膳からデザートまで3回に分けてご提供いたします。それでは一の膳から順番にご紹介いたします。まずは一の膳です。一の膳は五種の味覚料理、お吸い物、お造り、肉料理です。五種の味覚とは、酸味、塩味、甘味、苦味、旨味の五種です。特におすすめは、酸味の山菜土佐酢漬け、オレンジジュレがけです。山菜のわらびやウドなどを土佐酢に浸して、酸味を効かせた味付けにオレンジジュレをかけて爽やかに仕上げました。お吸い物は、ハマグリ、牛を仕立てです。ハマグリと昆布でだし汁を取り、塩で味付けをしました。肉料理は、岩手県産牛を使用した焼きしゃぶです。野菜とともに、ごまポン酢のタレをつけて召し上がっていただくおすすめの一品です。二の膳は、焼き物、蒸し物、揚げ物です。揚げ物は、桜エビのかき揚げ、カレーしそ巻き、山菜天ぷらの盛り合わせです。桜エビの香り、山菜の香りのする天ぷらで、春を感じられる揚げ物です。三の膳は、お食事です。アサリとタケノコの炊き込みご飯と、山菜の味噌汁をご準備しています。春の味覚たっぷりのお食事を、ご堪能ください。デザートは、いちごのレアチーズムースとチーズケーキです。季節の果物と一緒にお召し上がりください。それでは料理長、春の創作和食自慢の一品をお願いいたします。はい。岩手県産牛を使用した焼きしゃぶでございます。特製のごまポン酢だれをつけてお召し上がりください。それでは、いただきます。お肉も柔らかく、牛の旨味が口の中に広がります。特製のごまポン酢だれと食べると相性バッチリです。春の旬の食材を使った新メニュー、とっても美味しそうですね。それでは最後に藤原料理長、お願いいたします。はい、今回ご紹介したお料理は、ホテル森の風美味しくが自信を持ってご提供させていただきます。皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。